はいまあ、題名がこちら、第2条、えー、河川柱の下げ方は基本的と心得をということでですね、お話ししていきたいと思いますけども、まず河川柱とは何かということですね、はいまあ、皆さんの電化区間なんでよくわかるとは思うんですけども、あのまあ電車は多いですね、まあ、実際のところ、まあ、全国で日本の鉄道約60%超える路線がですね、電化区間。 なんですね。まあ、電化区間って何かというと、あ電気で走る列車のこと。まあ、そのためのですね、電化設備ができた線路、路線ってことなんですよね。はい。で、あのー、まあ、電化設備ということは、やはりそのまま名前のごとくですね、やっぱ電気を使うということで、その電気はじゃどっから取ってるのかというと、まあ、皆さんもほぼご存知だと思いますけどね。よく線路ギアにある、え、電柱を立ててですね、 はい、その上に、列車の上ですね、架空線とも言うんですけども、そこに、えー、鉄の線路、トロリー線というのがあるんですけども、はい、それに電気を流すことによって、えまあ、あの電車が、 ま、列車がですね、あの、電気を得て、ま、駆動したりですね。ま、あの、サービス用電源。ま、室内にエアコンも使ったり、明かりも使ったりですね。ま、今なんて言うともう、ハイテク車両ばっかなんで、コンピューターを動かすためにも、電気必要ですからね。はい。そういうもののための電力を供給するようになってます。ただしですね、はい。この、てっちゃん、てっちゃんにとってはなかなか厄介なものでありまして、まず、て編成写真を撮るときに重要なのは、この、 河川柱が車両になるべくかからないようにしなくてはいけないという鉄の掟があるんです。はい、で、まあ、非電化区間だったら河川柱がないからいいですよね。はい。もう考えなくても、そんなこと考えなくても、まあ、列車にかかるものってのは、下に入ってる草とか、横に入ってる木ぐらいです。はい。圧倒的にですね、やはり都市部の列車、または電化区間になってしまうと、そういうえ自然物、草木とかよりもですね、断然この河川柱が列車にかかってしまうっていう可能性が非常に高くなるんですね。 はい、だからこそ、この河川柱がなるべく列車にかからないようにしなくちゃいけないっていうのが起きてなんです。はい。まあそういう形で絶対に電柱の間隔よりも列車全体編成って言いますけども、編成の方が長くなっちゃうんです。だからなかなか電柱と電柱の間普通に真横から取ってですね、列車が丸々収まるかたは収まらないんですよね。はい。だからいかにじゃあどうやって交わしていくかというのが今回のお話になるわけなんですよ。 必ずかわさなくちゃいけないっていうのがその起きてなわけなんですね。はい。ということでですね。はい。まず今ご覧いただいている、これは近鉄え特急え、最近でもいですね。あの、2年ぐらい前でしたかね。登場しました。8万家火の鳥というですね。すごいかっこいいんです。ワインレッドで。はい。私も大好きな車両なんですけども。はい。これを撮るのに、すごい6両編成です。20メートル級です。長いです。はい。まあ、単純な話。120メートルになりますね。 えー、最近は8路編成でですね、はい、あの、えー、もっと長くなったものは出てきますけども、はい。はい。はいまあ、120メートル級の車両。あの、編成になりますけども、これを架線柱の間に収めるにはどうしたらいいかということで、まず一つの方法がですね、この架線柱を避けて取る方法で、カーブ、アウトカーブで取るということなんですね。望、ま、遠、あ、で取ることによってですね、はい。あの、電柱と電柱、まあ、別に架線柱と架線柱の間から抜けて取るんですよ。抜けて取る。 ということによって、この車両がしっかり丸々取れるようになる可能性が上がります。はい。まあ、ちなみにもう一つお見せしますけども、はい、新幹線。新幹線も長いですよね。はい、1メートル。あの、大体、この東海道新幹線っていうのは1編成で400メートルもあるんですよ。400メートルです。はい。なので、絶対に普通に取ってしまったら、必ずまっすぐの場所取ってしまったら、河川中っていうのが、ボディ、列車のボディかかっちゃうんです。 ですけども、こうやってですね、直線から来る。さっきはカーブのアウトカーブだけで狙っていましたけども、これはさらに長い列車なので、直線区間できて、ちょっとカーブをするよって、頭カクンって曲がるところなんです。そうすると、電柱と電柱、架線柱と架線柱の間が広がってるんですね。それでこういう風うな長編成でも取れるようになるんです。 あ,あんまりカーブしすぎてしまうと、今度は最後尾が逆に反対側の方に隠れてしまうか、または反対側の電柱にが出てくるところまで列車が勝ってしまうんです。はい、なので、ポイントとしてはですね、長い列車を狙う場合には、河、はいまあ、線柱と河線柱の間から狙うんですけども、ストレートからカーブになるところ、またはずっとカーブしていると。狙う。って形になるんですね。はいまあ、ちなみにですね、もう一つですね。河、はい、線柱が入って また失敗例がこれです。はい。まあ、どのように処理しなくちゃいけないかという、河川庁をどのように処理しない,いけなくちゃいけないかっていうのはもちろんずっとお話してますけども、はい。まず、まあ、手前側に入るっていうのはまた後ほどお見せしますけども、一番てっちゃんでも失敗しがちな例がこれなんですよ。はい。まあ、あの、列車の頭の横にちょっとは後ろ側の電池が入ってしまう。顔の横に出てしまう。はい。これ非常に良くないですね。はい。 まあ私もですね、あの、まあまだあの、まあ入り立て、事務所入り立て、マシュマレージュピクチャーズ、まあ以前はマシュマレ事務所と言ってたんですけれどもですね、はい。まあそういう入り立てところはですね、なかなかそういう技術もなくてですね、時々電池がドンと入っちゃってるというのもありましたけどもね、河川中入っちゃうこともあったんですけど、それをやってしまうとですね、はい、あの、やはり窮屈に見えてしまう。顔の横に線が一本が入るだけで、やたらと窮屈に感じてしまう画面というのですね。はい。なので、まず、 列車の河川中が、まず、まあ、列車のどこにあるかは問題なんですけども、列車の後ろに隠れさせ、隠,れす,隠すことができる場合、そういう場面では、必ず列車の頭の後ろに隠しましょう,うです、ね。はい。これは、 列車の横、列車がベストポイントですね。新幹線の中がベストポイントの来た時に、まだ河川柱が横にある状態なんですね。だからこの場合、私の場合は、この場合はもう少し引く、またはもうちょっと望遠にして、この河川柱が画面の中から消える、または列車の頭の後ろに隠れる、はい。そういう状況のフレーミングにしなくちゃいけないですね。はい、ちなみにですね、あのもう一つ入っちゃった例、もう一つ。 これもやっぱきついんですけど、これあのー、手前の電柱ですね。さっきは奥の、列車の奥の電柱でしたけども、こんな手前の電柱です。手前の電柱が入っちゃうとこんなことありますよね。はい、こういう感じです。見えてますよね。はい、ラインですね。はい。これも全くいただけないですよね。はい。列車ね、せっかく頭きれいに入ってきてますけども、はい。これを最後尾は切れちゃってますね。はい。これはもう鉄ちゃん的にもダメです。N 超 NG 写真です。はい。 なので、これを入らないために、まあ、これ入っちゃう理由っていうのは、やはり直線区間なんですよね。どうしてもこれ手前側に自分がいる側の電柱のそばでいたとしても、奥の電柱が入っちゃうんですよ。列車が長いと。だから、完全なストレート区間っていうのは、長い編成を取るときには足らないんですよ、間が。電、河川柱と河川柱の間が。だから、こういう風な構図になっちゃうんですね。 はい。でもですね、あの、これ長い編成です。長い編成なんですけど、あの、場合によってはこういうこともできるんですよ。はい。ほぼ同じです。これも、ね、あの、河川中よりも外側にいます。外側にいるんですけども、え、列車が短いので、4両編成だったら大丈夫と思って、実はこれ画面左側ギリギリに河川中があるんですよ。奥の河川中の門の部分がですね。はい。それを消してるわけなんです。あの、消してたの、フレーミング的にですね、構図的に消してるんですよ。 はい。なので、同じストレート、これもまっすぐなストレート路線ですけど、ストレート区間ですけども、それでも列車の長さ、これ4、の編成とちょっと短めなんで、によってはですね、そういう撮り方もできるんですよ。無理して、逆にこの無理したのカーブのところを探すっていうのはななな、な、なかなか難しいんですけどね。はい。無理して探すことなくても、列車の場合によってはこういうふうに処理して撮影することができるんですよ。はい。一番これのあり、まあ、や、やる、やることはないですね。 はい。私もこの写真があってびっくりしたんですけども、たまたま練習用になんか撮ったかと思うんですけどね。はい。そのカットの1枚ですけども、はい。1枚やれば、まずあり得ない写真ですね。はい。これは、あの、河川柱が、顔に思いっきり手前の河川柱が変わってしまって、しかも列車にも変わってしまうという一番いただけないパターンですね。はい。まあ、あのー、なかなかこういうコード撮る人はいないと思います。はい。ねで,でもなんでこの写真があるかと言われるとあれなんですけども。はい。 まあ、あの、こういうふうにならないように、もうちょっと望遠側にするんですね。はい。まあ、ここら辺も実は、あの、立ち位置は限定されているので、もうちょっとズーミングします。もうちょっと前までズーミングするんですけどね。はい。ズームアップする形にするんですけども。そうやって電池をかわすんですね。まあ、この区間、これ伊豆急行なんです。伊豆急線、伊豆急線なんですけども、こちらで単線なんですが、普通ね、あのー、単線っていうと片側ポールというのはあったりします。まあ、後ほど写真が出ますけども、えー、そういうこともなくて、門中なんです。 なので、絶対に車両にかかってしまうという形になるんですね。ですから、まあ、どのように、あの、車体にかかっててしょうがないんです。両方とも,もんなんで。買わせる場所がなかなかないんですね。いかにどう見せようか、そのかかり方どうすればもっと綺麗に見せるのか、買っちゃうのはしょうがないよねっていう中でですね、どう見せるかは、 また今後ですね、次回の鉄の起きてでですね、取り上げていきたいと思いますので、ご期待いただければと思うんですけども。はい。まずですね、映り込まない、先ほど申し上げました架河川柱が映り込みにくいようにするためには、どうすればいいかということで、完全なストレート区間よりも、ストレートからカーブする場所を選ぶ。ね。そうすると、間、河川柱と河川柱の間を抜かしても、列車が長い列車でも、最後尾まで見えつ、頭も見える。という写真が撮れますね。 はい、で次まして、ゆったりとしたカーブのアウト側から超望遠レンズで狙う。はいまあ、一番最初にお見せした、あのまあ、近鉄の八万系ヒムゾリあります、ねはい。あれも、まあ、ずっとカーブしてますよね。ただ、あの狙い、真っ正面、顔真っ正面向いてますね。列車の顔真っ正面、あ見つかりまこうが、えー。顔真っ正面向いてますけども、はい、あれ、線路の真ん中に突っ立ってるわけじゃありませんからですね。 はい。あの、絶対間違えてください。あの、そしたら私は、あの、まあ、この業界からすぐに排除されてしまいますので。はい。あくまでも、河川柱と河川柱の外側にもっと外側にいるんですよ。外側にいて、超望遠レンズで狙って、ま、正面になるようにやってるんですね。はい。で、続きまして、駅ホーム上は河川柱の中に入り込む形になります。まあ、何かというとですね、例えば、上下線があります。まあ、これ、伏線の話ですけどもね。上下線があって、その上下線の間にホームがある場合もありますよね。 駅、駅のホームは。そうなると、河川中が、両側の河川柱が邪魔することがほぼないんですよ、はい。なので、まあ、皆さん、あの、てっちゃんがよく駅でたくさん集まってホームで撮影してますよね。はい。そういう場所というのは、そういう素晴らしい場所なんですよ。でしかも、あのー、どの駅がすべどの駅でもすべて撮れるってわけでもなくて、まあ、駅にはよっては、本当にその、なんですか、ホームの先っぽ、真ん中のところに、 あの、信号機がドーンってあったりとかですね。あとは、あのー、例えばですね、あの、電気的な、あの、接続するための、あの、ボックスという、まあ、いろんな配電盤があったりするんですけど、それが、いっき列車にかかってしまう場所も、駅も多いんですよね。はい。なので、そういうところに人は集まりません。逆になんでこんなに人が集まるんだろうっていう駅があるんですけども、それは、その前後の駅は全然そういう写真が撮れないのに、ここの駅だけがないと唯一きれいに撮れる場所なんですよ。っていうふうに、なので、人がみんな集まっちゃうんですね。てっちゃんが集まっちゃうんです。 はい。なので、まあ、そういう駅で撮る。というのも一つの手なんですね。はい。